では、これから質問の方に入らせていただきます。編み物講師として、講師として活動されている波多野真由美さんの方に今からインタビューさせていただきます。はい。では、波多野さん、今からまず質問の1番目。今、どのような夢やビジョンをお持ちですか？お願いします。今の 夢は、ビジョンというか2つあって、1つは編み物、編むことの楽しさとか奥深さを広めたいなっていう思ってます。もう1つは好きなことを仕事にする人、好きなライフワークを見つけて人生を楽しむ人を増やしたいなっていう思いがあります。なるほどですね。それが夢とかビジョンそうですですね。ね。なるほど。わかりました。そうですね。では、4分 だから、なかなかそうですね。そうですね。次の質問に行きつつお話ししてもらっていいですかね。はい。ではですね。じゃあ質問の2番目。では、それを具現化するためにどんな目標ですとか計画を立てていらっしゃいますか？計画、目標、自分自身のところで言うと、生涯現役で、ずっとお仕事をしていくっていう目標があって、そのためには健康とか楽しむ、自分自身が楽しみながら、仕事をしていくっていうことが、目標ですね。で、楽しさを広げるっていうところでは、教室を増やしていきたい。気軽に編み物を習える場とか、先生を増やす教室、指導者というか、そっちの育成にもつながっていったらいいなという目標は持っています。そうですね。そんなところですね。今、ちなみに福岡と拠点を大分に持たれてると思うんですけど、その福岡と大分を、選ばれたって言ったらあれですけど、今、なぜその2点になってる感じですか？そうですね。そこ、もともと地元は大分なんですよ。大分出身で、福岡に、結婚を機にというか、出て、で生活をしていたんですけれども、福岡ではもう専業主婦として、もうずっと生きてたんですけども、編み物教室を始めたいなって思ったタイミングが、福岡に住んでる時だったので、いつかは帰るよねって思ってたけれども、そういうビジョンも全然見えてなかったとこだったので、もうやりたい時にやっちゃえって感じなで、るほ初めて、ど。周りからの誘いとかうまく流れがあったので、もう始めてしまったもので、そこで2、3年経ったところ、去年の時点でもう親のこととか年齢なので出てきて、大分と福岡の行ったり来たりが始まったんですね。仕事しながら病院と介護のために帰るっていうのが始まって、それのために帰るのすっごい心が重いんですよね。それだけのために帰ってくるっていうのが、だったらもう近くにいて仕事に出てくる方が、旅費、交通費とかも全てが丸くいくような気がして。で、主人もたまたま大分のもう近くなんですね、実家が。そうなんです2人ともね。近くだし、どこでも仕事をできることを2人ともしていたので、もうじゃあ思い切って引っ越したいよねっていう話がまとまったので、でも大分で根強く、もう地元をベースに今日活動も始めたいので、もう若いうちがいいかなと、少しでも早いうちに地なる元ほど。で地域に密着した活動を始めつつ、動けるうちは動きたいなってことで、2つの拠点に今なってます。なるほどですね。それで今、福岡と大分ということだったんですね。ありがとうございます。はい。ではですね。じゃあ質問の3番目に移りたいと思います。今、目標とか計画に対して、ちょっとすいません。先ほども語ってもらっちゃったんですけど、現在どのような活動指針を持って、どのような活動、基本活動をされていらっしゃいますか？そうですね。活動指針と活動。
そうですね。自分が楽しむのが指針って感じですかね。まあ、さっそうきですも言っね。たんですうん。はい。けど。で、活動の内容っていうのは、教室で習いたい人に習ってもらう。あとはワークショップとかで、短期間の出会いを、その一期一会ではないけれども、そのずっと習うっていうより、一時を楽しむニットカフェとかワークショップっていうことで、教える、伝える活動を主にしています。編み物の中でも商了品を解売るとか、いろいろな部分があると思うんですけど、私は人に伝えて、自分が編めるようになってもらいたいっていうのを主な活動にしています。で、まあ、今で言うと、オンラインで教室をするとか、新しいこと、まあ、で気軽に集える場所作りとかもしていきたいなっていうか、まあ、そんな場を作ってます。とうございます。はい。じゃあ、そうですね。じゃあ、どうしようか。質問のような場面にしてしまおうかな。あ、いや、大丈夫です。じゃあですね、そもそもその今持ってらっしゃるその夢とかビジョンを持ったきっかけっていうのが何でしょう。そしてそこに何の発見とか気づきがあったんでしょうか。出会いとかですね。そうですね、夢やビジョンを持ったきっかけっていうのは、ある本です。著書、中野ひろみさんっていう方の本に出会って、その幸運はデザインできるっていう一冊の本なんですけれども、人生を自分で作っていいんだっていうのをそこで初めて知って、これまでは人生って頑張って苦労して、我慢の末にお金をもらって、生きるために頑張るみたいなのがすごい植え付けられてたんですけど、そこで出会った本では、自分で楽しんでいいんだよとか、こんなにでも自分で変えてもいけるっていうことを知ったので、じゃあ好きな方に変えていきたいなって思って、まあ、好きなことをまず仕事にしてみようっていうところから始まったんです。なので、きっかけってとか出会いっていうと、その一冊の本なんですけれども、で、まあ、そこの、なぜそこに出会ったかっていうと、大きな病気が元なんですね。私自身、クローン病っていう難病を持ってて、そこでもう体が弱いから仕事ができないとか、もう体無理するならお家にいてよみたいな。もう家でじっとして専業主婦してるのが当たり前と思ってたんですけど、好きなことしたいし、仕事もしたいし、でお金ないとし好きなことできないから、まあどうせなら好きなことを仕事にしたいなっていうところで、ちゃんと編み物を勉強して教える人になりたいという目標を持ってからの全部動きになってます。まあ、病気ですね。病気が、大きなきっかけですね。ですね。やっぱり、ご病気をされたことですごい、なんか、ご自分の、見返、などを振り返るっていうか、いろいろご自分のことを考えるきっかけになられたってことですかね。まあ、病気は結婚する前からだし、長い期間ずっと付き合ってきてなるるのほどですで、ね。人と共の人生だったんですけど、特にまあ結婚してから10年以上は専業主婦の仕事もせずにいたんですけど、なんかうつうつと、ずっとうつうつとこのままじゃとか、で、まあ、子供もいつか欲しいなって思ってたので、まあ、その期間ならって思ってたんですけど、子供もなかなかできないし、もうそっちに固執してもと思って、もう方向転換、自分がどうしようっていうふうに変えてから、しくなったって感じ。そうなんですね。わかりました。でですね、ちょっとお尋ねしたいのは、今、何ですかね、編める人とか、教える人を増やすっていう方を目指してらっしゃって、先ほどもおっしゃったように、ニットとかだと、販売とか、そういう方も、今、多分されてる人も多いんですけど、教えたりとか、そういうことができる人を増やしたいっていう思いは、どこから来た感じですか？それは私自身が編むことが好きなんですよ。編んだ出来上がったものっていうよりも、もう編
でる時が楽しいので、その時の楽しさを味わってほしい。あ、なるほどですね。見たい気持ちとか、まあ、見たいけど習えないとか、見たいけどわからないってところを解決してあげたいなって思うんですね。なるほどですね。はい、いや、すごくそこのところが私もすごい編んでるとすごい安定するので、すごい共感できるなと思ってですね。安定につながるところももっと知ってほしいしですね。ありがとうございます、はい、では今4番目の質問だったんですけど、質問の5番目に入りたいと思います、はい、で今その教えて4番目で教えていただいたその発見とか出会いの背景っていうのにはこう何があったんでしょうか。背景がそうですね、さっき、はい、言っていた繰り返しになっちゃうかもですけど、うん、そうですね、そのご病気とそのお付き合い自体が長かったけど、その本との出会いっていうのが多分まず一つあったと言われたんですけど、その本に出会う前にも何かそういう人とかの出会いにもあったんですか。あ、人との出会いはその体のあまりのきつさにいろんなところ、いろんな治療法のところに行ってて、引退だったり、その断食道場だったり、なんとか療法とかいろいろやってたんですけど、そこでの一人の治療法の先生に出会って、その先生の場所に本棚にポンってあったのに、なるほど、病院の先に置いてあった本ですね、まあ、そんなのもこう導かれてるっていうか、まあ、そこからそういう心のこととかも知りたくなっていったっていう考え方が人生を変えるよってところにも聞いて、なるほどですね。その何ですかね、それを知った時と知る前の波多野さんってどれぐらい変わった感じですか。その自分で人生をなんでデザインできるって、知る前は、まあ、さっきもちょっと言ったように頑張る人、我慢する人、やりたいことがあるけど何かがないからできないよねとか、ってるところもあったと思うんですけど、もともと前向き思考というか、すぐ行動には移せるタイプだったので、知ったからにはやるって感じ、知らなかったからやれなかったけど、なんだって知ったらもうすぐ行動には移せるので、で両方なんかも知ったらやる、知ったらやるでやってたんだけど、どうも直そうとすると苦しかったので、そこからはうまく付き合おうになって、そのご病気の方とってことですか。うん、ああ、なるほどですね。で、このちょっと前までは治したかったんですね。治った事例とかがやっぱあるので、やったら治ったよとか、これでもう薬とさよならしたとか聞くと、あ、やってみようって思うんだけど、行き過ぎちゃうので、ごてってなってて、そのために入院するみたいなことも繰り返してくれて、なるほどですね。だらだら、って感じになって、そこからはやっぱり楽しいですね。その切り替えられてから、じゃあご自分のしたいこと、やりたいことでどんどん進まれる感じなんですね。いやーすごい。それまでも楽しいし、自分ではいいと思ってたんですけど、幸せだし楽しいと思ってたのに、ことを持つともっと楽しくなったっていうか、大人になってからの方がやっぱり楽しさは倍増ですね。なるほどです。ちなみにちょっとお尋ねしてもいいですか。その今ご自分のしたいその楽しいことがこうされるようになって、そのご病気っていうのはどんな感じなんですかね。どんな感じって大変ですね。病気自体は大きな大手術をするっていうきっかけも一個あって、大腸を全部取ってしまって、今前方肛門ついているので、障害者でもあるんですよね。だけれどもそれをする前よりは体自体は楽なので、
大変なことあっても日常のケアとかはあるんですけど、うん、体は楽だし、うん、まあ、病気は改善、治りはしないんですけど、うん、うまく付き合ってはいるかな、そこから先ですね。うん、じゃあすごく今バランスをこう取ってやってらっしゃるような感じなんですね。はいです、ありがとうございます。そうですね、あとそのあそうですね、もともとその編み物との出会いはどこからだったんですか？そこもちょっとお聞きしておこうと思って、すいません、それが編み物がメインだったので。はい、編み物のきっかけはもう母が子供の頃からしてたんですね。気がついたらもう家に毛糸があって、編み物をしている母の姿を見て育ってたので、もう気がついたら真似っこしながら編み物の真似して、物心ついたらもう編めてたって感じなので、あすごい、ずっと編んでる。幼稚園小学校入った頃にはなんかベストとかそれなりのものを母譲りので編んでたので、子供の頃からずっと、で、まあ、中学高校入っても年に1個ぐらいは何か編みつつ、入院してても入院しながらずっと、なんか入院するたびに大物が感染するって感じで、あのずっとやってたので、編めるは編めたんですよ、もともと。なるほどですね。あ、じゃあもうずっともう記憶のもう始まったくらいから編み物はもうずっと一緒にいる感じなんで、うん、すごい、うん、ライフパートナーな感じなんですね。ゼロから編むっていう人にはちょっとこう違うんですけど、スタートがですね、うん、いえいえ、すごい。今ちなみに着てらっしゃるのも多分ご自分の編んでらっしゃる分ですよね、はい、すごい素敵な、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと質問自体はですね、一応あの一通りさせていただいたんですけど、もし何かこう、あ、これ話忘れ、まだ時間がちょっとありましてまだ話せてないとか、これはちょっともうちょっと足しておきたいとかあれば。そうですね、編み物教室の先生として今お話をしているんですけれども、はい、実は保育士としてもお仕事してまして、人生を生きる上ではもうどれって決めなくても、保育士しながらでもその副業も今からどんどん自由になるというか、もうどれで食べていくとかしなくてもいいんじゃないかなとか思っていて、保育士としてもずっと働いていきたいので、編み物の先生はいろいろしながらでもできるよって感じですね。なるほどですね。でしかもこうお子さんと接してたら、お子さんにこういう編み物を見せたりとか教えたりもできそうですもんね、すごい興味が持てそうです。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとあと3分はあるんですけれども大丈夫でしょうか？3分ぐらいですかね、そうですね。とその大分の方で今その広げていかれるっていうのは、編み物を中心の何かこう何ですかね、チームみたいな感じでっていうイメージですか？編み物チーム、大分の方はまだもう完全に個人で活動してて、自分個人の発信で個人に対してお問い合わせが来た人との出会いしかないんですけれども、なのでまあ発信は常に大事だなとは思って活動する上で。なので発信力がないとやっぱ個人で仕事するのは難しいかなとか、地元小さな地域だからこそそういうのがないと、もう口づてだけだとちょっと今の時代は難しいかなとは思ってます、じゃあ今その発信しつつ、じゃあその大分の方でもちょっと広げていかれる方向ということですね、はい、ありがとうございます。はい、ではじゃあちょうど時間も近くなってきましたので、今日は本当にありがとうございました。はい、はい、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、レコーディングの停止ですね。